令和5年9月29日、ザ・ Q&A です。司会進行は、令和専攻塾塾と山岡哲秀です。シンガーソングキャスター、さやさんです。よろしくお願いします。そして、経済安全保障アナリスト、平井浩二さんです。よろしくお願いします。今日はこの3人でお送りいたします。はい、では、本日のヘッドライン、よろしくお願いいたします。はい、まず、一般公開ライブの拡大版です。岸田経済政策は偽減税、偽減税、偽減税って呼んでいます。すいません、難しい言い方、偽減税、すいません、偽減税か、偽減税みたいになっちゃう、フェイク減税、はい、フェイク減税、偽減税、うん、はい、そしてエッフェル松川氏が副幹事長に、中国恒大集団の末路、そしてメンバー限定ライブです。13時半から今週のアングリー平井、コストカット経済にアクセル全開の岸田政権、そして日本保守党の躍進、ソフトバンク G の財務状況が改善、そして秋の売国度狩りスペシャルなんか恒例な感じに ね風物詩的に、はい、もうまあ過激さとしますね、はい、はい、そしてですね、皆様にお知らせです。現在文化人放送局は動画削除警告を受けて番組配信の危機です。特に一般公開規制が厳しくなりまして、広告が激減中でございます。ぜひメンバーシップ参加応援をお願いいたします。概要欄からクリック募金で制作支援、番組を応援してくださるスポンサー企業様も大募集中です。この番組へのいいねボタンをクリック、そしてフィードバックは画面上のヘルプ&フィードバックより、この番組は適切で安全と YouTube 宛てのメールをお願いいたします。最後にツイッターアカウントニコニコ文化人のフォロー、文化人ダイヤモンドクラブの登録もお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まあね、この本当にこう臆せず真実を追求していく番組っていうのはそうはないんでね、うん、まあ、これだけやればそりゃ広告も抑えるかなという気がしますけど ね、しかしここで折れるわけにはいきませんからね、はい、はい、じゃあ最初早速そのフェイク減税の話ですね。はい、はい、偽減税、岸田首相が国民に還元アピールも批判の声、匂わせ減税方針に疑問、経済対策に即効性具体性乏しくというザクザクの記事が出ています。はい、ちょっと、はい、ちょっと触れてみましょう、はい、岸田首相が減税方針を匂わし憶測を呼んでいる、25日記者団に対し税収増などを国民に還元するなどと熱くアピールし、翌26日の区議では新たな経済対策を来月末をめどに取りまとめるよう閣僚に指示したのだ。歴史的な物価高や財務省主導の増税負担増路線に国民の不満が蓄積する中、早期の解散総選挙に向けた世論対策布石なのではないかというふうに報じています。まあ、平井さん、これなんか国民に還元するとかって言うんだけど、いやもうね、だから結局選挙前のばらまきをやるってことですよね、うん、で選挙で勝ったらじゃあ増税して回収しようというまあパターンなわけですよ。だから国民の暮らしを楽にしようっていう発想がない内閣ですから、とにかく絞り取れるものは国民からも絞り取れるものは全て絞り取るというのが基本的なね、財務省の考えであり、その財務省の傀儡である岸田政権が国民のことを考えて、国民の暮らしをなんていうかな、豊かにしてね、楽にさせようなんていう考えはないですから、こういうことを言った時は必ず裏を読まなきゃいけませんね。それにね、その通りですけど、うん、まあまあその財務省のその発想ってのもすごいなと思うけどね。だって全体の経済のこと考えないじゃないですか、はい、これもすごくなくて、財務省でそれを考えてすごいと思うんだけど、またそれの言いなりになる政権ってのもすごいよね。本当ですね、これ具体策としてはですね、国民還元の具体策として特許所得などへの減税制度、それからストックオプション、自社株購入権の減税措置といった案が出ているんですが、これって誰が恩恵受けるんですか。だから金持ちだけでしょ、ストックオプションとかね、上場したら株もらえるからでしょ。そうそう、うん、で結局な
結局ね、まあやっぱりなんか裏がありますよね、そういうこと言うとね。いやだからなんか全然まさにその金持ち優遇になっちゃうわけ。だってストックオプションなんてできる人ってすごい限られてるよ。本当ですね。その上サラリーマン増税という路線も出してる、同時に打ち出してるわけですから、じゃあそういう上の人たちの減税した分、今度は庶民というかね、国民に増税という形で必ず返ってくる。実質的な増税である社会保険料を上げるとかね、はい、だからね、僕はちょっとうがった見方をしてるのは、うがったというか僕の見方は当たることが多いんだけど、うがってない貯蓄から投資に行ってるでしょ、うん、で今株が上がってるでしょ、うん、ちょっとやると儲かるでしょ、うん、賭博のこと考えてください。パチンコ最初は儲けさせてガバッと取る、うん、それですよ。だから国民の今貯蓄をどんどん投資の方に振り分けといて、うん、わーっとなったところで外資がガサーッと持っていくと思いますよ。それなんですよ。それだと思いますよ、僕は。平井さん、うん、それ全然うがった見方じゃないですね、それ。で次の僕の方にもらえます。山岡さんのツイッターです、はい、岸田首相は消費税率や所得税率を下げて消費を向上させるのではなく、国民に投資させ資産運用を外国企業にやらせることで世界経済に貢献したいそうだ。そのために規制緩和や特区まで作ると宣言した。岸田の日本売りが止まらない、これ以上騙されたら国民がバカだということだ、ということなんですよ。まさにその通りですね、ね、はい、これいや山岡さんの指摘通りだと思いますよ。だって資産運用をやらせて、それで外国の企業が日本人に利益を落とそうって考える方がおかしい。おかしい。おかしいんですよ。そう、うん、だからね、なんか何年後かにね、いやー老後のために貯めてたお金を株に投資したらみんななくなっちゃったという人が出てくるような気がします。出てくるでしょうね、うん、でそれを持ってね、岸田さんなんて言うと思います？世界経済に貢献したって言うんですよ。そうそうそう、うん、でこれね、日本国内では、こういうふうにフェイク減税をこう匂わせると、はい、ところがアメリカに行ってで国連総会に出てるでしょ、その後ニューヨーク経済クラブっていうそういうね、投資家たち財界人とかが集まるところに行ってですよ、でこれからその国民の個人資産金融資産、ね、で2000兆円とか3000兆円って言われてる、うんうん、それをこの投資に向けるから、ぜひそのアメリカのインベストメントバンクというかそういった投資会社にそこに参入してほしい。はあ、そのためにね、規制緩和もするしね、行政手続きも全部英語でできるようにするしね、うん、特区も作りました。どういう特区作るのか、そういうことを約束してるんですよ、うん、だからね、まさにね、日本のこの戦後ね、我々のその親たちも含めてこう勤勉に働いて貯めてきた内部にあるお金を全て吸い上げようってことですよ。そういうことです、うん、で外国の意向はそうなんで、普通ね、日本の政府トップはそれに抵抗しなきゃいけないんだけど、岸田さんはどうぞどうぞ、そう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 、文字通りの売国、本当に売国でね、それが書かれているのがこの岸田文雄首相ニューヨークで日本売却宣言、僕のメルマガなんですけども、山岡先生のメルマガ、そうなんですよ。だから普通ね、本当に日本の景気、日本人の国民のこと考えてたら、じゃあ皆さんすごい貯金がありますと、それを安心して消費できる環境を作るのが仕事でしょ。そうですね、うん、そのことが安心して消費できるっていうことが生活の向上になるわけだから、はい、そして景気を良くするわけだから、でそれは税収増につながるわけなんですよね。そうです、それが税収増につながる、経済が大きくなれば、はい、で GDP が大きくなるわけですから、はい、それ単純ですね。それを考えたら、じゃあやはり消費税を下げるとか所得税を下げるとか、いろんな形で消費しやすい形にする、まあ、子供をまた作りやすくする、うん、結婚しやすくする、うん、そっちへ全力でいかなきゃいけない。ところがここに、ね、日本の国民こんな溜め込んでるから、ね、うん、外人の皆さん、これ全部これを何とかしてやってくださいよと。でそのお金は当然ですね、投資って言ったらですよ、日本国内で投資されるわけじゃなくて世界中に散っていくわけですよ。そうです、ね、そうです、うん、で、はい、これで世界経済に貢献しました、うん、このすごい売国ですね。そう、超売国ですよ、はい、だからね、やはりね、国会議員をね、国会議員を総入れ替えしないとこの国は良くならないって最近思ってるわけですよ、うん、本当にね思いますよ、うん、
特に今の政権をね、運営してる連中、これはもう国外追放にしてもいいぐらいの話ですね。本当です。はい、はい、そしてそんな中でこんなニュースが入ってきています。松川るい前女性局長を副幹事長に起用へ、自民党フランス研修めぐり物議という記事なんですが、TBS、はいはい、自民党が松川るい前女性局長を副幹事長に起用する方針を固めたことが分かりましたということです。はい、平井さんのツイッター、はい、岸田総理はこの議員を副幹事長に抜擢と報道されているが、この議員は娘を同行したパリ研修の最中に行動不明の時間帯があると言われるも行動記録の開示を拒否した。行動記録開示の声を無視し平然と抜擢する現在の岸田リベラル左翼自民党へ来たる選挙では投票しない、うん、いやだからね、この松川さんとかいう議員、僕は会ったことないけど、なんか一家シャシャとなんかね、私はひどい目に遭ってるとか言ってるけど、まずね、娘と一緒に行ったこのパリで、その後謎の空白の時間、これあるわけですよ、はっきりもう番組だから言うけど、うんうん、でこの時間これに娘と一緒に何かしてたんじゃないかっていう疑いもかかってるわけですよ、はっきり言いますよ。じゃあ娘と一緒にね、その使用で何かでヨーロッパに 行ったんじゃないっていうんだったら予定を開示しろって言うんですよ、何してたか、うんうんうん、それを開示もしないで、私はやってない被害者で何言ってんだって話ですよ。潔白を証明しなければ、これね、予定を見せて、いや私はこの時間ここの、ね、フランスの国会議員と会議してましたと言うんだったら、これは濡れ衣が晴れるわけですけども、この娘と一緒にどっか行ってたんじゃないかと言われてるね、この時間帯、これをはっきりもしないでですね、まあ岸田も岸田なんだけど、まあよくもまあ副幹事長とか言ってますよ、と国民をバカにしてますよ、うん、本当ですね。まあ、やはりその公人なわけだから、そうですね、だからどこへ研修行ってもその開示しろって言われたらいつでも開示できる、うん、そういう気持ちでいなきゃいけないわけですね、うん、だからね、開示しないで済むとかね、これがね自民党の、うん、緩みおごりですよ。いや本当そうですよ、本当そうですよ。原則、まあ、開示すべきだし、言われなくても開示すべきだけども、はい、もし求められたら開示するという形になってなきゃおかしいですね。おかしいよ、うん、それここまでとことん拒否して無視して、うん、ではい昇進っていやすごくない？すごいですね、うん、炎上すれば昇進するんですね、この内閣では。あ、そうかそうかそうか、そういうこと、うん、炎上させた方が昇進する、ね、昇進してる気がしますよね、河野太郎にしても、ね、あ、そうかそうか、多分あれでしょう、入閣させられなかったから、あれでしょう、だから代わりにこれつけるからってことでしょう、きっと。そう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 、新藤さんもそうですしね。そうですよね、そうですね、はい、しかし、まあ、このまた次なんですけどね、はいはい、山岡さんのツイッターです。皇位継承議論、皇位継承議論、受け皿作る、首相は加速を指示、自民萩生田政調会長インタビューという記事を引用し、私の意見だが1項目でも合意できるなら改憲案を提出すべきだ、緊急事態条項は公約数が取りやすいのではないかと述べた、うん、緊急事態条項からやりたがるのは目に見えている、 WHO のパンデミック条約に呼応するためだ、9条は自衛隊明記だけでは意味がない、第2項削除だ、はい、で下の部分は僕のあれなんですけど、ちょっと記事これ読めるかな、出るかな、だからいくつかの、はい、いくつかのそのトピックがあるわけよね、ここでね、だから9条に関しては自衛隊明記と、はいはい、とあとはこの緊急事態条項と、それからこの皇位継承で旧宮家の復帰ですとか、あとは何だ、あとは参院選の合区を解消すること、はいはい、それから教育環境の充実などなどですね、はい、あ、そうですね、それは憲法改正に関してね、はい、ってことなんですけど、まあ、どれでも1項目でも合意できるんだったらもうやるべきだっていうわけですね。でこういう時にもう目に見えてるのが緊急事態条項からやろうと、はい、いうわけですよ。維新がやりたがってましたね、うん、特に、はい、でこれね、なんかそのグローバリズムとかっていう
言葉が陰謀論だと思ってる人いるみたいなんだけど、とんでもない話で、今あの本当に人類が直面しているのはそのグローバリズムの脅威なわけですね。でここではまあ話せないですけど、またニコ生で話しますけど、まあ、あの今回の一連のね、あの流行り病で、このいかに緊急事態宣言とか発令がね悪用されるかっていうことがもう本当に分かったわけです、これ世界規模でね。でご存知のように WHO ではこのパンデミック条約とかを準備してるわけなんですよ、これいくつも準備してるんです。来年だから3つぐらいね、まさにその各国の主権を取り上げて、WHO なり、まあ、あるいは国連にですね、全ての権限を集中するという、まあ、だからそれによって世界統一政府の基礎ができるわけなんですけども、そっちを持っていこうとしてるわけなんです。だから来年は大変な年になりますよ。だからそれにね、この緊急事態条項っていうのは当初だからああいった福島の、ね、問題、東日本大震災とか起きるとやっぱり緊急事態条項はダメなんじゃないかと、そこにはその国民的なコンセンサスを得やすいと、憲法改正そこから入っていけばいいんじゃないかと、こういう議論があったわけですね。でそれはその時はまあそれも一応説得力があるように聞こえたんだけども、やっぱり今回の一連の世界中で起きたことを見ると、まあ、実はそれが非常に危険だということが分かる。でそういったあの WHO とかが進めてることにね、日本政府 もうどんどん乗っていっちゃうわけです、慎重にならずに、もう喜んでる、で日本国内でそれに呼応するのが緊急事態条項ってことになっちゃうから、はい、だから今の主体性ゼロの、まあ、グローバリズムに背信抵当の岸田政権だったら緊急事態条項からやるって絶対言う、そうすると、あの茂木さんとかね、あの辺もみんなもうそっちへプッシュしますよ。だから通りやすくなる。でそれを見てると、例えば日本会議さんとかね、あこれだったら会見ができると思って喜んでいっちゃうでしょ、わーっと、ね、言っちゃうでしょ。だけどそれはすごいトラップなんですよ、だからこう緊急事態条項がやりたがるってもう本当もう目に見えてるっていうのことね、いやいや、だから山岡さんの指摘もその通りだと思うんですよ。でね、我々やっぱりその保守が騙されちゃいけないのは、僕はこれね、この記事読んでものすごい今腹が立ってるのはね、萩生田は朝敵だよ、ね、なぜかったらね、皇位継承議論受け皿作る、そんなもん選挙の前にね、保守の表明あたりにね会見しますと同じようにね、皇室をおもちゃにするな、選挙の道具のふざけるなって言うんですよ、ね、萩生田が保守だって言うんだったら選挙の前にやるよ、男系男子のね皇位継承を皇室典範が優先するってことを決めろよ、ね、そんなことを決めもしないでね、何が受け皿作るだと、もう憲法改正しますってお前何百回国民に嘘ついてんだと、できもしないこと言うなっていう話です。本当に腹が立つ、これはね許さない、それとあとですね、プラスこの憲法9条に関してこの自衛隊明記論っていうのはなんか可憲とかって言うんでしょ、可憲論ですね、だからその1項2項そのままにして9条の2を作るんですか、でもう一つ足すと、はい、でそこに自衛隊を明記するってね、じゃあ自衛隊そこに明記したら、自衛隊明記したらじゃあ自衛隊はやっと警察じゃなくて、警察の延長じゃなくて正規の軍隊になれるんですかって憲法学者の先生に聞いたら、なれませんよなんですか、じゃあ何ともやるんですか、いやあのそうやって明記したらね、少なくとも自衛隊は違憲じゃないということは言えますと、はい、だけど戦後からずっと続いている問題というのは、法的には自衛隊は警察予備隊なんです、つまり警察なんですね、法体系が。だからそれを正規の軍隊にしないと、いざという時に戦えなくなっちゃうわけです、もうあるとあらゆるハンデになっちゃうわけですね。だから今だって世界出ていったら他の軍隊に守ってもらうような状況になってるでしょ。そうですね、だからそれ解決しなきゃ絶対ダメじゃないかと、だけどその2項を削除しないと、あの戦力を保持しないって言葉があるでしょ、だからそれは結局あれ言葉残ってると、あの強くなっちゃうと戦力になるから、強くなる手前のちょっと強い警察、
みたいなとこにしないとこの戦力に引っかかっちゃうから、あの自衛隊は正規の軍隊にはなれません。そういう会見ってあるの？それ、いや、だからね、本当にそういうことを言ってる人たちのこの頭の中のね、あの桜満開ぶりにはね、もうあの言葉がないです。だってついこの前でしょ、あの中国が、中国で核7発で日本を全滅させるって言ったの。そう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 。であれば我々に必要なのは 5000km 飛ぶミサイルとそれに乗せる核弾頭なんですよ、うんうん。で、あ、そうって、うーん、7発撃ち込んで日本を消すんだ、でも差し違いであなた方北京や上海は一緒にして消えますよと、うんうん、それでもやりますかって言えば止まるんです、うん、これが国際政治です。そうですね、うんうんうん、何をね、そう、山岡さんおっしゃるようにもう自衛隊は日本国軍にしないことにはもうこの状況にはね、対処できませんよ。そうなんですよ。であの水曜日の番組ね、ずっと出てらしたあの山下博隆さん、元陸将ですね、はい、もう本当二言目にはですね、え、私軍人じゃありませんから、え、私武装公務員ですからとか、もう何十回聞いたか分かんないんですけど、でもそれは本当にその通りなんです。まさにそういう状況なんですよ、ね、それを解消しなきゃいけないんですよ、うん、それが本当に喫緊の課題なのに、そこを逃げて逃げていく、うんうん、そう、まあ、とにかくこの保守派をちょっとだけ喜ばせようみたいな、この選挙前のこの仕草、うん、パターンね、この自民党仕草に騙されないようにっていうこと、前回騙されてるからね、うんうん、もう皆さん心に決めてください、はい、よろしくお願いします。そうですね、次、さやさんがリツイートしたのありますね。はい、インボイスについてなんですが、神田さんという、ね、税理士さんのツイッターです。本来は課税事業者に対する増税なのに、インボイスの歪みが免税事業者に覆いかぶさる、未だかつてない極悪非道制度、全国至るところで人間関係が壊れ始めている、始まったらもっと壊れる、人間関係も社会も経済も文化も破壊する制度、壊れたら修復できないよ、岸田君はどう責任を取るのか。さあ、このインボイス制度なんですけども、さやさんは影響を受けてるんじゃないですか。まさにこの神田さんが書かれた内容が、うん、まさに今自分の身に降りかかっておりまして、うん、まあ、インボイス登録するなら契約延長します、うん、しないなら契約ここまでです、うん、という形で企業側から迫られているような状況なんですが、うん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 、これね、結局、まあ、今自分の身に降りかかって分かるのは単なる増税なんですよね、うん、そうです。 それは、で、その国が増税している分を、免税事業者が支払うのか、それともそれを雇っている側、うん、企業が支払うのか、うん、その払う税金の押し付け合いっていうのがもう今始まっています。で、なおかつ、まあ、それに対してね、あのインボイスに登録してくださいとお願いすることは法律上 OK なんですけども、登録しないと首を切るよっていうのは一応法律違反に、今、ね、下請け法違反というのになるらしいんですが、そうするとですね、もう全国で今そういうこと、そのやり取り交渉が行われてますから、その中でこれからどれだけの裁判が起こってくるのか、いがみ合い、ね、お互いの信頼関係をそこで立つような会話がなされてしまうことがあるわけですよね、うん、でもそういう、まあ、精神的な部分の圧迫はもちろんですし、企業側はこのインボイスを、ね、やるために今人件費月、3億円くらいかかるっていうふうに言われて、うん、あの日本全国で、ね、見たときに、で税理士さん1人当たりにつき、会社の経理の方が1人当たりにつき1日から2日業務を増やさなければ、このインボイスに対応することができないという状況になっているので、うん、その分の人件費企業側が、まあ、ちゃんと支払えばそれはそれでいいですけども、支払えない企業もいっぱいあるわけですね、うん、そうなるとただその経理の方の負担だけが増加しているっていう状態が続くわけで、そこまでやってもね、平井さん、ええ、それでじゃあ税収どれだけ上がるのって言ったら2000数百億円。そうだから結局、まあ、無理やりね、まあまあ免税業者を課税業者に持ってこうとしてるわけです、うん、なぜかって言ったら大体その
まあ、1000万円以上年間売上がある会社は今度そこ自分たちが使ってるところの人が課税業者にならないと消費税の計算がまるまる自分たちが負担しなきゃいけないっていう問題を突きつけたわけですよ。それで今さやさんがおっしゃってるようなこのどうすんだどうすんだっていうもうその人間関係までおかしくなるようなあれになっちゃってるんですよね。で、今の岸田政権が続くという過程の下でものを言うと財務省の意向は免税業者をなくすことなんだと僕は思ってるわけです、うん、その流れで来てる、ね、だから、うん、ただもう一つあるのはこれまた中小企業庁っていうのが経産省の中にあって、うん、そこに不当なね、不当な目に遭ってないかっていうアンケートを必ず来るんですよ。うちの会社もね必ず来るの、はいはいはい、年に何回来る。それで、はいはいはい、そこで例えば消費税払いたくないから消費税込みの値段にしろと。例えば100円のものを売ってるのに普通は110円でしょ、うん、10円消費税の、うん、だけど100円に税込みにしろって言われたことはありませんかとかで必ずね全部アンケートが来るんですよ、はい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 、でそれはうちはそういうお客さんいないんで、そういう該当ありませんって回答するんだけど、そういう質問が来るってことはやっぱそういうことは起きてんだね。そういうことですよ、ですよね、うん、だから中小企業庁にその企業だけを相手にして法人を相手にしてる対象にしてるのかどうか分かんないんだけど、個人事業主まで相手にしてるかどうか分からないんだけど含まれてるからね。だけどこれやはり下請けいじめという企業同士の関係であったらそういう範疇に入るんで、うん、やはりその、中小企業庁がどう見てるかでしょうね。それもあると思う。この場合、基本的に個人事業主でね、うん、とか、1000万以下でしょ、1000万以下ですね、うん、というところに絞ってるわけでしょ、うん、そうするとですね、そもそも消費税がじゃ間接税なのか、うん、そうじゃないのかって議論が実は根本的にあるんですよね、はい、議論というか直接税だっていうことが一応裁判の、ね、結果としては出ておりますの で、ね、はい、あと国会質問なんかでも、高谷さんっていうね、医師、ごめんなさい、令和の議員さんがですね質問した際にも同じ結果が出ておりますので、そういうこのねインボイスの問題を説明するときに消費税とは何かっていう問題と、それからこのインボイスが実は1000万円以下の方にかかってくる税金ではあるんだけれども、そこと取引をしている人にもかかってくるものだから、だから結局社会全体の問題なんだっていうことを認識してもらうのにものすごく時間がかかってしまった、うん、で署名がですね、53万筆、集まってわけですけれども、その受け取りを拒否されているような状態に岸田氏を、ね、拒否されたっていう現実があって、国民の声を全く聞く気がないんだなっていうのもよく分かったんですが、まず日本人全体がこのインボイスについてよく分かっていないんですよまだで、皆さん始まってみて初めてこれは単なる増税だったんだって、私自身も実感として、これは個人に対する増税だけじゃなくて企業側にかかってくる増税だったんだと。で、今企業側は 89% そのインボイスの準備が終わって登録してます。でも個人側個人事業主の方はですねまだね3割とかそのくらいの方しか登録してないんですよね。ああそうなんですね、そこのギャップが今ある状態の中で、結局じゃあこの人間関係の中で企業側に税をね、じゃあ個人事業主は押し付けてるのかっていう形になっちゃうじゃないですか、登録しないということは、でも企業側からしてみれば登録してくださいよと、うちは払いたくないですよ、あなたたち払ってくださいよ、この押し付け合いでも全体としては社会全体としては増税だったっていうね。もちろんもちろん、うん、もちろんもうね、この実感、もちろんだってこれまで取ってなかったところから取るわけだから、ね、はい、その分増税になるということですよ。そうですよね、うん、でも言ったみたいに間接税じゃないであれば、はい、どんな税金にもこの課税最低限ってあるわけですよ、その免税ポイント点っていうのが、うんうん、だからそれが1000万だったわけですよ。
そういう小規模事業者、あるいは個人事業者にとってはそれをなくしちゃうってことですからね。そういうことですよ、インボイス制度って言ってるけど、要は言い換えると免税事業者の廃止ってこと。そういうことなんです。小規模だから、まあいいよと言ってたのを潰す、もちろん他の税金払ってるわけだからね、でもその消費税という名の税金をこの規模以下だったらいいって言ったのを取るって言ってる、そしたらもうできなくなっちゃうね、でそれでなんかヤマトだっけ、で大量にドライバーを解雇するとかってニュースがあった、めちゃくちゃだよね、ちょっとまた次で、そう、次のセッションに続けましょう。はい、はい、ということ、はい、あ、すいません、一件告知をお願いします。あ、はいはい、10月の25日、ライブを行います。まあそんなわけで小規模事業主の私なんですけれども、頑張って活動は続けていきたいと思いますので、はい、皆さん応援よろしくお願いします。どこですか？渋谷の JG ブラッドセルリアン東急タワーの2階です。10月25日19時半から、秋のスペシャルライブということで、豪華なパーカッション、ベース、ピアノと豪華なライブを開催します。あとはさんのソロ、はい、はい、オリジナルから映画音楽から、まあ、とにかく皆さんの気分をね変えていただけるような音楽をお届けします。癒されに行きましょう。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、この後はメンバー限定ライブです。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画のいいねボタンをクリック、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いいたします。はい、それではメンバー限定ライブの方でお待ちしております。